はい、今回はゆーぽんとひろとガチンコ対決2本目ロンティ勝負していきます。それではご覧ください。はい、はい、どうもひろとです。はい、そしてゆーぽんです。はい、お願いします。何ですか。はい、前回の動画、はい、ロックバトルやっていきました。やりましたね。はい、3本バトルの1本目、はい、ゆーぽんの勝ちです。なんか自滅しましたね。はい、ダメですね。よくないですよ。ゆーぽんイージーミスはしてなかったので、確かに努力の成果が出てるな思いました。で、今回2本目、はい、2本目の勝負ですよ。うるさいです。虹なってないから。届いてなかった。もうそこまでしか行ってない。はい、はい、というわけで、はい、何ですか、あれ。2本目のローティーバトルやっていきたいと思います。はい、はい、で、今回使うバット、はい、はい、こちらです。 MM23 です。はい、こちら SSK の新作バット、はい、ローティーでしだということで。なるほど、はい、やっていきたいと思います。距離勝負ですね。距離勝負、単純にね。あ、濡れるからちょっと濡れるか、カメラ危ないから。あー、カメラ虹はどう。でも映ってない、見えてない。まず裏の手からさ、ねえ。撮影進まないから。それ昨日。はい、ということで、はい、2本目のロンティーバトル、はい、やっていきましょう。はい、では、それではやっていきましょう。イエー、いきまーす。どうぞー。お前いきまーす。じゃあ1球目いきます。よいしょー、よいしょー。あれ寝てるよ。なんで飛んの。そこストップ、そこストップ。今日飛距離ね、飛距離ね。やばい。あー、めっちゃ来た。急に速くなる。あ、やってる、やってるよ。やばい。うわー、誰もいない左中間へ。あー、高瀬さん、さっきの方が飛んでた。1球目が一番飛んでたよ。あー、やってる。力みすぎでしょ。東平さんみたいにおたきびで撃とうとした。その打球に OK。 うわぁ、うわぁ、うわぁ、あれちょっと速くない？怖い、怖いすぎじゃない？まだいい。あぁ、待った待った。2球目が一番飛んでましたね。結構飛んでるとね。飛んでるね。3球目。よし。力んでる。バリバリ力んでるよ、ゆーぽんさん。4球目。やべ。5球目。ラスト行きまーす。
是哈就是哈何やれ何やれこれですよ、めっちゃラーメンもいけないですよ。うぜーこいつ。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れでした。ロンティー勝負、はい、あの自分たちじゃ分かんない、飛距離分からないので、外野守っていたコウセイさんとクリッチに聞いてみたいと思います。はい、クリッチさん、コウセイさん、クリッチさんはい、外野守備ありがとうございます。いいです。ありがとうございました。ユーポンと自分、はい、距離どっちの方が出てました、ね、どうですか。どっちもどっちどっちもどっちまあ総合点でヒロトかな。そうですね、ありがとうございます。でもなんかユーポンも意外と飛ぶなって感じでしたね、うん、そうそうそう。だからやっぱ打球方向、やっぱちょっとユーポンは引っ張り傾向に対して、ヒロトはね、ちゃんとセンター方向に打ち返してたっていうところも、あ、まあポイント高いんじゃないかなと思います。はい、じゃあというわけで2本目の勝負、ロンティーバトル、私の勝ちということで。総合点ね。あれで勝ちでいいの？やめろ。おめでとうございます。はい。はい。3本目は、はい、ピッチャー、バッター、はい、そしてピッチャー、バッターで対決していきたいと思います。キャッチャー。キャッチャー、クリッチに。あ、キャッチャーは僕やります。クリッチキャッチャー。左の見た？あ、持ってきますよ、クリッチ。キャッチャーは、コースさん、よろしくお願いします。はい、OK です。クリッチが嫌。クリッチがやる。あ、オッケーです。で、セーフとか、まあ、ヒットの判定を、あ、審判も、はい、審判も、判もかしこまりました。あ、かしこまりました。はい、はい、ということではい、勝負というわけで、はい、勝負ですよ。はい、ユニが新しくなりました。はい、こちらディオさんで作らせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ディオはユーポンが、はい、まあ、管理をしているということで、はい、危なっ運営しているということなので、はい、ぜひそちらの方もチャンネル登録よろしくお願いします。リンク貼ってね。リンクお願いします。はい、というわけで今回の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。